信長の予防大使 with パワーアップキット実況を始めていきたいと思います。現在武田と戦の最中で郡上八幡を攻められています。ですがこれ考えたんですけど戦場上限がきついんです。まず戦場上限がこちらが1万、武田が1万5000ということで戦場上限がきついということ、それとこれ今川が大部分なんです。今川がほとんど武田なんて2部隊で他全部今川の軍です。今川の軍でその上で今川との講和が12月の半ばで切れるはずなんですよ。12月の半ばで今川との講和が切れます。なので講和が切れた段階で今川に宣戦布告すれば多分これの今川軍がほとんど帰るんじゃないかなと思います。今川が帰る可能性があるということもあってこれ一旦解散します。迎撃しないです。籠城します。郡上八幡に郡上八幡に籠城して行きましょう。そうすればそれなりの期間籠城できると思うんですよ。郡上八幡まあそんな強いあれではないですけど、まあ山城でそこまで言うほど強い城ではない。防御力、防衛力 B だしね。多分それなりに持ってくれると。だからこれ防衛は籠城します。籠城して今川に宣戦布告できるな。もうできるわ。いけるわ。今川に宣戦布告する。今川に宣戦布告すれば帰るんじゃないかな。今川に宣戦布告します。ごめんなさい。お見せしましょう。手を貸してやろう。力を貸すぞ。変えるんじゃないか。変えらない。さすがに攻められたら変えるでしょ。上野とか攻めてみようかな。ある程度出てきてるところに近いところで伊賀上野
に続け。さあどうだ。お、これは帰ったな。はい、これで OK。 これは一旦解散です。返すのは役目なんで。さて、やりたいのはヤマトなんですよ。やりたいのはヤマト。再び高屋城かな。5万でいきましょう。続いてください。まあ再び、再びだね。でこっちの郡上八幡は9000だろう。どうすっかな。
に続け。で、志果たさずして賞は終えられぬな。敵が我が領内に向かっております。わお、こっちも来たか。続いてください。待機せよ。まずは郡上八幡の戦、一番耐久戦。こっち国衆が入ります。防衛中心なんでいけるでしょう。能力的には大したことないな。能力的には大したことないな。
行くぞ。ねえ、覚悟せよ。覚悟しろ。ご命令を。ゲチよ、始めるぞ。ご命令を。覚悟せよ。ゲチよ、始めるぞ。敵の居所知れました。敵の居所知れました。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、始めよう。守りが甘いぞ。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ、ゲチよ、始めよう。ゲチよ、始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ、覚悟せよ。やりたい、前へ。ゲチよ、始めるぞ。やりたい、前へ。ねえも、覚悟せよ。ご命令ください。覚悟しろ。ゲチ、始めよ。やりたい、前へ。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。今が好機。ゲチよ、覚悟せよ。やりたい、前へ。ゲチよ、覚悟せよ。ゲチよ、始めるぞ。始めるぞ。ご命令。ご命令を。覚悟しておけ。やりたい、前へ。やりたい、前へ。横槍を入れろ。ねえ、覚悟せよ。覚悟しろ。やりたい、前へ。好機。これほどと。これで移動が止まった。ゲチよ、覚悟しておけ。始めよ。始めるぞ。ゲチよ、覚悟せよ。やりたい、前へ。やりたい、前へ。練り上げし我が部、とくと見よ。やりたい、前へ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 。我が刃、望むは貴様か。やりたい、前へ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 。我らが破れると。やりたい、前へ。やりたい、
まあ当然です。これは当然です。みんな、はい、見事な戦であったな。当然でしょう。当然の勝利です。で、行くぞ。ここに集まってるから多分こんなん解散する行くとするなら大垣じゃないか、まあ、大垣の前5000対3万5000。こっち国衆ありです。勝ってしまいました。なあ、柴田勝家は強いな。服部半蔵といきます。戻しありゃゲチを覚悟せよ。始めるぜ。さあ行こうぜ。御仏の導くままに手を打ちましょう。お覚悟願います。ご命令を。覚悟は良いか。覚悟せよゲチを。覚悟しろゲチを。始めるぜ。さあ行こうぜ。敵の居所を掴んだとのこと。命令してくれ。始めるぜ。ご命令を。御仏の導くままに。敵の居所を掴んだとのこと。足軽隊、前へ。ゲチオ、さあ、行こうぜ。ゲチオ、始めるぜ。手を打ちましょう。お覚悟願います。ゲチかかり乱れ竜を掲げよう。
ご命令を。始めるぞ。手を打ちましょう。始めましょうか。やってやるぜ。やりたい。前へ。ご命令。かかり乱れ竜を掲げよう。始めるぞ。始めましょうか。時には大胆に攻め込まねばな。敵の居所を掴んだとのこと。やりたい。前へ。ご命令を。覚悟は良いか。始めましょうか。御仏の導くままに。やりたい。前へ。やりたい。前へ。命令してくれ。さあ、行こうぜ。ゲチ。始めるぞ。ゲチ。始めよう。ゲチよ。さあ、行こうぜ。始めるぜ。かかり乱れ竜を掲げよう。ご命令。覚悟せよ、ゲチよ。始めるぜ。覚悟は良いか。やりたい。前へ。手を打ちましょう。お覚悟願います。覚悟は良いか。命令してくれ。始めるぜ。覚悟せよ。手を打ちましょう。お覚悟願います。やりたい。前へ。行く。何しやがる。ゲチよ。さあ行こうぜ。ご命令を。始めるぞ。手を打ちましょう。お覚悟願います。ご命令。ゲチよ。さあ行こうぜ。始めるぜ。やりたい。前へ。手を打ちましょう。ゲチよ。覚悟は良いか。ご命令。始めるぞ。叩き潰せ。やりたい。前へ。ゲチよ。始めるぞ。ゲチよ。始めよう。ご命令。御仏の導くままに。ゲチよ。さあ行こうぜ。始めるぜ。やりたい。前へ。足軽隊、前へ。ゲチ、覚悟しろ。ねえ、始めよう。ゲチ、かかり乱れ竜を掲げよう。始めるぜ。命令してくれ。
さあ行こうぜ。やりたい前へ、やりたい前へ。仕方ねえ、一旦引くか。ねえ、始めよう。デチ、御仏の導くままに。さあ行こうぜ。さあ行こうぜ。やりたい前へ。これほどとは。力負けするとはな。竜の牙受けるがよい。ご命令を。覚悟はよいか。始めるぞ。手を打ちましょう。始めましょうか。命は。始めよう。ゲチ、計り乱れ竜を掲げよう。さあ行こうぜ。さあ行こうぜ。やりたい前へ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 。命令してくれ。始めるぜ。始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。手を打ちましょう。お覚悟願います。足軽隊前へ。足軽隊前へ。格の差思い知るがよい。ゲチよ、始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。ご命令ください。覚悟しろ。やりたい前へ。叩き潰せ。やりたい前へ。やりたい前へ。やりたい前へ。無理やりここ突破してきた。ご命令ください。覚悟しろ。命令してくれ。さあ行こうぜ。覚悟せよ。ご命令を。ここは守れ。まさか我らが。区画を取ったか。ゲチよ、始めよう。ご命令を。御仏の導くままに。さあ行こうぜ。さあ行こうぜ。我らが破れるとは。ご命令を。始めるぞ。やりたい前へ。やりたい前へ。手を打ちましょう。始めましょうか。ご命令を。かかり乱れ竜を掲げよう。始めるぜ。やりたい前へ。ゲチ、覚悟せよ。叩き潰せ。これは負けのようですね。ゲチよ、始めるぜ。ゲチよ、始めるぜ。このままでは。かかり柴田の面目躍如よ。
いざかかれ。ねえよ、始めよう。ヒッタで対決だ。我が覚悟お見せしよう。命令してくれ。ゲチよ、始めるぜ。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。ご命令ください。始めるぞ。ご命令ください。始めるぞ。今は引くぞ。これほどとやりたい。前へ。覚悟しろ。攻めるぞ。このままでは我らが破れるとは。叩き潰せ。やりたい。前へ。我が策があれば勝つのは必然でしたね。一番下の子なんのか。表情を始めましょう。この策いかがでしょう。これにて表情を終わります。大谷義継ぐでかい。かたじけない。ゲチよ、以上ね。
後に続け。志果たさずして賞は終えられぬな。風林火山、わしの戦を見せてやろう。待機します。はい、真田丸8600対5600、勝ちたいな。これはさすがに何で BGM が鳴ってないんだ。強い無音なんかともあってなんかめっちゃ強え。やべえな、勝てるんかこれ。なんか当たれば死亡みたいな感じになりそうなんだけど。BGM がない。行きます。なぜか BGM がない。我が命に従え。覚悟せよ。ゲチよ。ご命令を始めましょうか。敵の居所知れましたな。さて。猛攻。ゲチよ、始めよう。ゲチよ、覚悟せよ。横槍を入れよ。ああ、落とした。やりたい、前へ。では一気に、ね、始めよう。ご命令を、覚悟せよ。ゲチよ、お覚悟願います。情けは無用。ご命令を、覚悟せよ。ご命令を、ゲチ。ゲチよ、お覚悟願います。敵の居所知れました。やりたい、前へ。よし、ゲチよ、覚悟せよ。ここは守れ。やりたい、前へ。ご命令を、覚悟せよ。このままでは。切り込め。我らが敗れるとは。ご命令を、ご命令を。切り込め。無駄死にできません。引きません。かかれ。ゲチ、ご命令を、覚悟せよ。情けは無用。命を始めよう。時には大胆に攻め込まねばな。ゲチよ、始めましょうか。やりたい、前へ。やりたい、前へ。ご命令を、覚悟せよ。ゲチよ、覚悟せよ。情けは無用。
ご命令を。情けは無用。やりたい前へ。ご命令を。お覚悟願います。攻めるぞ。今ぞ攻め込め。やりたい前へ。これほどと。わお。ゲチが我が命に従え。お覚悟願います。我が命に従え。覚悟せよ。このままでは。やりたい前へ。行く。情けは無用。ご命令を。ゲチ始めよ。逃げないのなら仕方ありませんね。負けに負け。この戦すべては我が掌中です。攻め立てよ。やりたい前へ。我らが敗れるとは。これほどと。今は引くぞ。やりたい前へ。始めよ。始めよ。始めましょうか。バカな。ありえん。今ぞ攻め込め。命を。覚悟せよ。ご命令を。我が命に従え。命を。始めよう。やりたい前へ。やりたい前へ。やりたい前へ。このままでは。ゲチ始めよ。命を。始めよう。やりたい前へ。ご命令を。我が命に従え。やりたい前へ。我が命に従え。これほどとは。我が策があれば勝つのは必然でしたね。かたじけない。行きます。かわいい。ここ
は帰って、綾城が水に沈む。26,000。まあそこまで強い26,000でもない。志果たせず散るか。志果たせぬか。ゲチオ。かたじけない。我が才、やはり天下無二のものですね。さて、今川戦、とりあえず武田の攻撃はだいたい防いだかな。武田の攻撃はだいたい防いで、今川戦に入ってます。今川戦が切磋の教えは6ヶ月間、1年間使えないんで、あとまだまだ攻めていけるんです。まだまだ攻めていけるので、このまま大和の方ここら辺攻略してしまいたいなと思います。それでは本日の実況ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。